はい、今回ね、フィルターも変えましたので、エンジンね、一回、回して、エンジン内とオイルフィルター内回してからですね、量の方は測っていきたいと思います。皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらホンダステップワゴングレードスパーダ、型式が DBA-RG1、 平成19年12月登録の車両ですね。こちらの車両のですね、エンジンオイルとオイルフィルターの交換、こちらの方を DIY していきたいと思います。まずはですね、必要ツールの方をご紹介したいと思います。ドレーンボルトのですね、開閉に使います。こちら 17mm のコンビレンチですね。それからフィルターはですね、こちら日東工業さんの 4HM11319011、 こちらの方を使います。それに伴いまして、フィルターカップはこの 63mm のもので、フィルターを回すのにラチェットの方ですね、こちらを使います。これはね、短いやつですとギアが飛んじゃいますので、長くてそれなりにトルクのかけていいものですね、こちらを使用されるといいと思います。それからですね、こちら、上ですね、こちらを用意しました。はい、それからですね、オイルの方はですね、今回10W30、一応本当はね 0W20 が一番燃費にはいいんですけれども、あんまりねしょっちゅう変える人じゃないもんですから、ちょっとねそれよりも固めのオイル、まあ 10W30、 こちら、一応取扱説明書ではOK になってますので、こちらを使いたいと思います。で、オイルの量なんですけれども、今回ね、オイルフィルターと同時交換ということで 4.2 リットルですね、こちらの方をご用意しております。はい、こちらオイル受けとオイル 4.2 リットルとパーツクリーナー、こちらの方を用意しております。はい、作業なんですけれども、こう下がってきてですね、マウンテン正規側になるんですけど、こちらオイルパンになります。で、ここの先に見えているボルトですね、こちらがオイルのドレーンボルトになりますですね。で、フィルターがですね、またさらに裏にありまして、ちょっとやりにくい場所なので、はい、オイルフィルターの場所なんですけれども、こちら右のフロントのタイヤハでこんな形、ここの場所にですね、フィルターがついてるんですね。さっきのオイルパンの裏の方になるんですけれども、かなり手が入れにくいところなので、今回ジャッキアップして右のタイヤを外して、作業効率を考えて、このような形で、右の方からアクセスをしていきたいと思っております。それではですね、作業の方を取り掛かっていきたいと思います。はい、今下にオイル受けを用意しまして、作業を開始していきたいと思います。こちら 17mm ですね。はい、メガネで緩まりましたら、あとはもう手でやればいいですね。はい、しばらくねオイルが出るまで時間かかりますけれど、こちらを待ってきます。ドレーンボルト再使用しまして、ドレーンパッキンは新品に変えます。ちょっと1回まだ時間かかりますのでカットします。はい、フィルターですけれども、開けるとですね、このようにビニールがついておりますので、こちら必ず外してください。それで、ここのゴムパッキンの部分ですね、こちらに注入するオイル、こちらを少しいただいて、このようにオイルを浸しておきます。これはねじれ防止とか漏れ防止と言われております。それではね、取り外し脱着やっていきたいと思います。はい、今ですね、フィルターカップとこちらラチェットのをセットしました。やっぱね、このスペース考えるとですね、右のタイヤ外してやった方が効率良さそうですね。急がば回れって感じで。はい、フィルターカップね、外しておいた方が楽なので、ハンマーとかでこづいて外すと後が楽です。この時ね、必ずオイル多少こぼれますので、それは覚悟の上で。すいません、ちょっとアングル悪いと思いますけれども、手で外します。はい、結構こぼれますね。はい、外れました。で、先ほどのこのフィルターが取り付くゴムのパッキンが接する部分はですね、きれいにしておかないと漏れの原因になります。そのまま取り付けもしちゃいますね。はい、こちら手で回していきます。ネジ山がしっかり食ってれば簡単に回ります。はい、着地してから4分の3周、こちらが規定トルクとなっております。はい、こんぐらいですね。ちょっと緩いかなと思うんですけど、一応規定トルクで締めとくのが大事だと思います。はい、あとはこちらのね、清掃をしてオイル注入の方をしていきたいと思います。はい、次はドレーンボルト締めていきます。はい、パッキン新しくして、はい、手締めでここまでやります。そしたらメガネで増し締め、これ3キロとか4キロとか言われてます。ですからそんなに力入れなくてもいいです。はい、こんぐらいでいいですね。はい、そしたらパーツクリーナー等でこちらの下の方も清掃いたします。はい、もう少し丁寧にやりますけど、撮影もありますので、今度はもうオイル注入の方に。はい、こちらね、フィラーキャップこちらになります。ちょっとあらかじめ緩めておいたんですけれども、でこちらがレベルゲージです。それではですね、ジョッキからオイルの方を注いでいきたいと思います。ここね、こちらがあるんで、こういうジョッキがないとちょっと入れるの大変かと思います。4.2 リットルですね。はい、今回ね、フィルターも変えましたので、エンジンね、一回、回して、エンジン内とオイルフィルター内回してからですね、量の方は測っていきたいと思います。それでは一回カットします。はい、それではですね、アイドリング5分、クーリング5分いたしましたので、最終確認したいと思います。はい、まずは余分な油分を拭きます。はい、それでですね、こう、穴と穴の部分に入っていれば良いとされております。はい、ちょっとね、正直少ないですね。まだ穴の、下の穴にまで到達しておりません。実際ですね、排出されたオイルもですね、4.5 リッター以上入っておりましたので、多分この取扱説明書は、残る残油とかもね、計算してあると思うんですけど、多分、オイルパンの向きが、ドレンボルトの向きが向こう向きでスロープだったので、思うより出たと思います。ですから、こういう時には、少しずつ追加して、こちらの、穴に達するように、調整したいと思います。はい、0.5 リッターぐらいちょっと用意しましたので、少しずつ入れては確かめてを繰り返していきたいと思います。OBしちゃいました。ちょっとこれは後で洗浄しておきます。はい、やっとで加減のところまで来たような感じですね。残り入れちゃいます。必ずこのようにですね、取扱説明書の数値だけ信じないで、必ずこういう最終確認はやられてください。はい、これでもですね、穴と穴の間の4分目ぐらいですね。ちょっとね、後でもう少しだけ補充したいとは思います。一応、この確認はね、必要ですよってことをお伝えしたかったので、一応今日はこちらで動画の方は終了したいと思います。すいません、ちょっとなんか入りにくかったんで。あれ、なんか向きが悪いのかな。はい、すいません。一応ね、あと200ぐらいだけ追加しようと思っております。動画の方はこちらで終了したいと思います。今日はこちら、ステップワゴンスパーダ RG1、 こちらのエンジンオイルとオイルフィルターの交換を DIY してきました。多分僕と同じようにやられるんであれば、取扱説明書の量だと足りない恐れがありますので、必ず最終確認、こちらの方は行っていただければと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。